はですね、倉敷平田にある焼肉ホルモン武田さんに来ました。今日初めてですね、初めてなんでちょっと楽しみにして、でもなんかすごくね、いろいろ動画とかでは拝見させていただいてます。いろんな方が こういうのも美味しそうですよね、サラダね。とりあえずいろんなメニューが、すごくメニュー豊富ですね。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。すいません。いや、めちゃくちゃ嬉しいです。ね、いいじゃないですか。いや、もう感動しすぎじゃないですか。シンタックス。シンタックス。シルクタン。あ、シルクタン。来ましたー。これはタン。こちらの牧場タンとシルクタンの肉食べ比べですね。このお皿とかも今日の抹茶の服に合わせてみたら。本当ですね。ありがとうございます。2ついきますね。これね、火の通りも早そうですね、これね。なんかね、だから両面を焼いて、焼いたら、なんか転がすような感じだし、レモンとちょっとつけていただいてたら、薬味でいただきます。美味しいです。中に、ネギが入ったのがすごく美味しい。何もかけんでも中のネギがうまいやん。とても美味しい、はい、ちょっと薬味で、おいしい。オッケーです。昨日、こちらが詰まってるんです。はい、やってます。ちょっとポテトにしたご用意させていただきます。こちらとこちら、パイにハーミケーションで失礼しましょうか。あ、はい、抹茶のところで。はい、自由みたいな感じですか。あ、スタッフに聞かれたらお持ちしますので、和牛の3種類入ってます。あ、はい、こちらが鮭の肉と昔ながらの肉食べて、はい、カルトもう1個ぐらいの方が面白いですかね。そうですね、もう匂いが美味しいですね。もう焼けたんですね。まだもうちょっとですね。カルビは多分焼けてますね。そうですね、はい、おいしい。脂身がとろけるというか、食感がすごいおいしい。こっちからも辛みもいってみましょうか。カルビ、ご飯にダイブして食べたいよね。あ、美味しい、優しい。お肉全部牧場らしいですよ、これ。ちょっとパンチが強いんで、このぐらいにしたい。そうですね、あとでいきましょうかね。まあ、ちょっとタレはどっちが美味しいですか。
ああ、僕はなんかね、どっちかというとこの醤油、醤油とか甘だれじゃなくて、この醤油が、あの味噌も美味しいんですよ。ただあの、だって言ったら肉にも結構お味が入っとったんで、だからこうなると逆に塩とかも美味しそうな見た目してますね。これも新メニューみたいな。そうです、新しいメニューが入ったんですね。あとホルモンがいろいろ。あー、なるほど。松本ですね。はい、次にカルビ、いただきます。まあ、皮からやるとホルモンってあれだとね、もうなんかね、さっぱりしておいしい。 あとはやっぱ味噌だんね、これおつまみですね。これをね、まずタレで、実はまだ残すか分かんない。辛いじゃない、もうつけてくれとばかりのない顔しとったんでね、今。なんか今日の一番メインな感じするっていうのは俺の中ではね。あ、でもやっぱりね、あ、中にもお、一瞬ですからね、本当に。いいでも肉も、Thank you、なんとかかんとかかんとか、このいや、そう、そういうことにありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、いいな。南国コーラ、バニラ、南国コーラ、そうですよ。ちょっとスプーンでいきます。ちょっとここに乗りやすい、いただきます。あ、おいしい。なんかつぶつぶのものが入ってます、フルーツが。めちゃくちゃおいしいですか。無理でちょっと行ってみます。無理しないけど。ダメだ、やばい。お、びっくりするのがいっぱいね。熱くて辛いので気をつけてください。はい、ありがとうございます。はいよ。柔らかい。これを、まあ、全部こんな感じで、タケノコです。A5 ランクの和牛ハラミ。ゲイルさん、こういう私のハラミですか。もう全部いきましょう。じゃあ優勝盛りを持っとる盛り方で焼いていくのって面白いですね。優勝ですよね、今日は。いや、これなら優勝っすわ。これが優勝盛りのそのまんま焼き。いただきます。うん、さっきと似てますけど、これ三種盛りってこと。美味しいですよ。よし、じゃあ行きましょう。はい、で、ゲーさん次、滝飲み。滝飲みじゃない、滝飲み。ありがとうございます。またラメをどうぞ。ありがとうございます。
あ、どうでした？かなりいろんなメニューがあって美味しかったです。なんですけど、本当なんか選びきれんぐらいのあるんですよね。だから僕は食べ過ぎちゃって持ち帰りまでさせていただいてます。で、初めて来たんですけど、なんかそのすごくフレンドリーに皆さん店員さんもしてくださって、とてもやりやすいというか話しやすい、気を使っていただいて楽しく食事ができたんで良かったですね。なんか今度は家族で来てみたいなっていうような場所なんで、両親連れてこようかなと思います。じゃあまたよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。